はい、皆さんこんにちは、アッコプです。私はたった今スーパーから戻ってきました。で、まず私が何を買ったのか、そしてその合計金額がいくらだったのかを見せます。それではどうぞ。高いですよね。皆さんどうですか？どう感じましたか？ただちょっと今回は理由があって、とある動画を撮りたくて丸々縛りにしました。キッチンがいらない、で火を使わないでいい、これ縛りでちょっと物を買いました。キッチンがない状況って多々あると思うんですよ。例えばワーキングホリデーの方が家が見つかるまで仮住まいする間とか、あと短期の旅行者の方とか、まあ、ホテル住まいとかだとキッチンないですよね。でその場合レストランに行かないといけなくなりますけど、レストラン外食費ニュージーランドとっても高いです。なので不安だと思うんですよ。ニュージーランドで食料難民になったらどうしよう。不安解消ね、お役立ていただけたらと思います。それでは早速私の購入品を紹介していきます。どうぞ。スーパーからお家に帰ってきました。まずざっくり私が何を買ったのか見せます。はい、というわけでこんな感じになっています。これで60ドルです。そんなに買ってないんですけど、これぐらいニュージーランドでは関わりますね。今回ね、丸々縛りで買いました。すぐに食べれるものです。焼いたり煮たりとか、そのキッチンとかが必要なくて、ですぐ食べれるものだけを限定して購入しました。というのも今までねスーパー動画とかいろいろ上げてきて、メディアとかでもニュージーランドはコンビニ的なお店がなくて、サクッと気軽にお腹を満たすものが少ないっていうのを何度も何度も発信してきたんですけど、そしたらね心配じゃないですか。今まで料理をしたことがない人とかね、食料難民になっちゃうんじゃないかって多分とても心配不安だと思うんですよ。どれくらいのね物価なのかとかも合わせてご紹介していくので、皆さんの不安解消にねお役立ていただけたらと思います。普通買い物動画とはちょっと違うので、スーパーの物価とかが見たければ他の動画を上げているので、ぜひそちらをチェックしてください。というわけで一つ一ついくらしたのかを確認していきます。まずこのお水から。お水は安いです。こちら 1.5 リットルで 0.89 89セントです。これは安いですね。日本より安いんじゃないかな。スーパーだとお水はとっても安いので、デイリーとかだとすっごい高いので、スーパーで買うようにしてください。空港とかも 500ml で4ドルぐらいします。証拠写真もあります。はい、というわけでぜひスーパーで買ってください。次、グリーンカレー。これはチンするだけで食べられるものです。シンプルなものなんですけど、これが7ドル99セントです。日本のコンビニ飯みたいな雰囲気ですかね。次、キムチ。これはやっぱりね、異国に来るとアジアっぽいものが食べたくなりますよね。私も実際そうなのでちょっと買ってみました。キムチが9ドル69セントです。これ、ちょっと高かったですね。まあ、でっかいんでね、ジャーで。次、
グレープフルーツです。もう水で洗ってすぐ食べれるようなものですね。これで7ドル99です。朝ごはん代わりにパクッと食べたり、ちょっと小腹が空いた時に食べれるやつですね。次、寿司。ニュージーランド結構寿司どこでも手に入ります。小腹空いてすぐ食べたい時にとっても助かります。割引されてました。2ドルかな。9ドル99。ニュージーランドのサーモンはね、キングサーモンでとってもプリプリで美味しいんですよ。なのでぜひおすすめですね。アボカドが入ってます。キュウリじゃなくて。私キュウリがあんまり好きじゃないのでとても嬉しいんですけど、なんかこのお寿司キュウリが入ってますね。そんなところは真似してくれなくていいのに。次、これがね、ホットミール。ニューワールドっていうニュージーランドのとってもとっても有名な大手チェーンスーパーにいたんですけど、店内でこういうホットミールを売ってるところがあります。スモールカップ、ミディアムカップ、ラージカップでパンパンに詰めてくれるあったかい食べ物って、まあ、結局こういうのになるんですけど、この中にはチーズのペンネが入ってます。これで5ドル29セントです。こういうのがやっぱ簡単なね、食事になりますかね。温かいものといえば次、これがサーモンのスライスですね。スモークサーモン、3ドル割引されていて8ドル99でした。もう開けてすぐ食べれるものです。パンに挟んで食べたりとかできるので、ちょっと小腹が空いた時とかね、なんか食べたいなって時にいいと思います。お寿司だとほら保存があんまり効かないけど、これだったらねちょっと保存が効くの で、あとはコーヒーですね。アイスコーヒーがこっちあんまり文化としてないので、こういうスーパーで私はいつも買ってます。でこのアイスコーヒーで2ドル69、375円で、ちょっとこれ甘いんですよ。コーヒー牛乳にもうちょっと砂糖を加えたのぐらい結構甘いので、ジュースみたいな感じで飲んでます。こっちの方がコーヒー感が強いです。ルイスロードクリーマリーのダブルエスプレッソ、私のお気に入りのコーヒーです。2本買いました。これが3ドル99、ほぼ4ドルです。高いですね。ニュージーランドの、ね、ドリンク高いんですよ。コーラとかも今最近4ドルとかですからね。でもコーヒーってまあ外で飲んでもこれぐらいするので、まあ、仕方がないかなっていう感じです。というわけで、こちらが今回私が購入した全ての商品です。まあこれだけあったら2日3日ぐらいかなと思います。3日はちょっと厳しいかな。今回私ニューワールドというスーパーマーケットに行きました。ニュージーランド全土どこでもあるので、今回行った店舗はちょっと大きな店舗だったのでね、商品の取り扱いが多かったかもしれません。というわけで参考にしてください。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。皆さんの感想なんかもコメント欄とか Twitter、Instagram 等で教えていただけるとね嬉しいです。ぜひコメントください。これからもね、いろいろニュージーランドの情報とかをどんどんアップしていくので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。